皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、美容院に行った時に失敗しない髪型のオーダー方法について紹介させていただきます。なんですけど、まあ今って多分ね、美容室に行けないっていう状況がまあ続いてて、まあ多分行かれる方も少ないかなと思うんですけど、まあ行けるようになった時に使えるかなっていう方法になってるので、まあちょっとこういう髪型したいなとか、こういうのいいなって思うイメージを膨らますために、今ちょっと考えといてもらっても、今のこうね、おうち時間の間で考えてもらってもね、いいかなと思いましたので紹介させていただきます。まずなんですけど、美容室に行くときに多分皆さんはちょっとこういう風にしたいなっていうちょっとイメージを持って、行かれる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まず最初に、まあ、美容師側からすると写真を持ってきてほしいかなと思います。で、写真もなんですけど、例えば横向いてる写真とか、後ろ向いてる写真って結構インスタグラムとかでも結構多いかなと思うんですけど、まあそうやって持ってこられる方はもちろんたくさんいるんですけど、それを持ってきて、まあ皆さんも結構イメージできるかなっていう話なんですよね。まず、じゃあそれを、まあ横の写真を持ってきてこうしたいってなっても、じゃあ自分の顔だったりとか髪型、頭の形に合わせた時に似合うのかなって思ったり、される方も結構多いかなと思うんですけど、まあそういうふうに多分思う時点で、多分美容師側もそういうふうに思っちゃってるんですよね。なので、できればなんですけど、正面の、写真、もしくは、正面の写真と、あとは、まあ、横と後ろの、3パターンの写真を持ってくると結構イメージしやすいです。ちょっとこう横向いてたりとか、まあ、横っていうか斜め向いてたりとかあるじゃないですか。ああいうのを持ってこられてもちょっと分かりづらかったりもするんですよね。やっぱり顔全体、輪郭も出てて、顔全体が映ってて、髪の毛も全体分かるっていう方が多分、お客様もそうですし、美容師側もなんとなくこういう風にしたいなっていうのが、伝わってくれるかなと思うので、ちょっとカウンセリングも進みやすくなります。なのでそれを持ってきてもらう。で、あと、まあ、その髪型、カラーとかパーマとかされる方もいらっしゃると思うんですけど、特にカラーリングっていうのは、口頭で伝えるとより分かりづらいです。例えば、アッシュとか、グレーとか、ピンクとか、だからラベンダーとか、いっぱいいろいろあるじゃないですか。で、例えばね、まあ、インスタグラムとかいろんなところで、こう、美容師さんが名前、ネーミングつけてくれてやってるんですけど、それって、例えばじゃあ、アッシュとかでもすごくたくさん種類があるんですよね。これをアッシュっていう人もいるし、この色をアッシュっていう人もいたりするんで、なんか、こう、明確にこれが絶対にアッシュっていうのがもうないんですよ。どちらかといったら。まあ、あるのはあるけど、なんか本当にそれもずれてたりもするので、だったらもうこの写真、もうこの色がいいですっていうのを美容師さんに見せた方が、もう 100% 伝わります。なので、できればちょっとめんどくさいんですけど、これにしたいっていう写真があって、それを持っていく。なので、この色がいいっていうその口頭で伝えるのはやめてください。まあ今のちょっとおうち時間の間でね、そのなんかこういうなんか写真をこうね、選ぶのも結構面白いかなと、楽しみになっているかなと思うので、まあ時間がある方はこれしたいなっていうのを何個かこうチェックしといて保存してあげるといいかなと思います。その美容室に行った時のカウンセリングに使えるように。で、あとは、絶対にこれは嫌やっていう、なんかあるじゃないですか。ここは絶対短くしたくないとか、っていうのがあると思うんで、前髪は絶対これ以上切りたくないって、こだわりある方もいらっしゃると思いますので、そこをしっかりと伝えてください。じゃないと、これぐらい分かってくれるでしょうとか、ちょっと前髪短いの嫌なんですよねって言うぐらいじゃ美容師さんも伝わってない時もあります。なので、絶対これ以上切ったらダメとか、これにならないで嫌っていうのをしっかりと伝えておいてください。だからもう、めちゃくちゃプレッシャーに美容師さんも感じると思うので、絶対失敗しないように切ります。なので、そこもしっかりと伝えて。で、あとは、普段自分が皆さんがやるスタイリング方法っていうのも、しっかりと伝えた方がいいと思います。例えば、前髪はこうスタイリングするよとか、毛先はこういう風に巻くよとか、こう私は巻きたくないから、もうストレートで乾かした状態で行きたいですとか、結構あるかなと思うので、それもしっかりと伝えた上で、カウンセリングすると、仕上がりとかは結構いい感じに仕上がりやすいです。
美容師さんもなんかそういう風に仕上げてくれるかなと思うので、そこもしっかりと伝えてもらうと、本当に髪型って結構いい感じに仕上がります。あとは、まあ、たまにね、こう、隙バサミ入れるの嫌やっていう方とかいらっしゃると思うんで、そういうのとかもしっかり伝えた方がいいです。例えば、レザーとかカミソリですね。あれで切られる方が嫌っていう方もいらっしゃいますし、こう、隙バサミでめっちゃ好かれるのも嫌って、思う方もいらっしゃると思うので、そこもしっかりと伝えた上で、やってあげると、本当に安心して美容室の時間を、楽しめるかなと思いますので、そこもしっかりと伝えてください。もう以上のことを伝えるだけでも本当に仕上がり変わってくると思うので、ぜひ覚えておいてください。で、あとやっぱり今って、まあ、美容室行くっていうのも結構ね、懸念される方だったりとかいらっしゃると思うんですよ。で、美容師側もやっぱり責任持って美容、お客様来ていただけるんだったら、感染リスクっていうのをもう極限まで下げて、やっていこうとしているので、例えば咳とかも、こう、間隔を空けたりとか、消毒をすごいしたりとか、されると思うんで、本当はあんまり行かない方が僕はいいかなと思うんですけど、でもどうしても行きたいっていう方もいらっしゃるかなと思うので、まあそれに対する美容室側も配慮もしっかりしていると思うので、なるべくこれを守ってもらいたいっていうのはあります。なので、ちょっとそれも簡単にちょっと紹介させてもらうんですけど、できれば混んでる時間帯は絶対避けた方がいいかなと思うので、混んでない時間帯に皆さん行かれる方がいいかなと思います。美容師もそれの方が安心するかなと思うので。で、混んでない時間帯っていうのは、まず平日の、僕が美容師をやってて思う時間帯ですよ。を、ちょっと紹介させてもらうんですけど、まあ大体平日の、まあ大体3時とか5時ぐらいの時間帯って結構、引きます。引くっていうか、ついてきます。時間帯的に。まあ、そこってちょっとね、行きづらい時間帯っていうのもあるんですけど、そこはあんまりやっぱりこう、皆さんが行きづらいなっていう時間帯っていうのは結構好きやすいので、だいたい3時とか5時ぐらいの間は、比較的予約少ないし、お客さんも少ない時間帯かなと思います。で、そうですね、平日の朝一も、空いてる時もあるし、っていう感じです。できたら平日は、まあその3時から5時の間が一番ベストかなと。で、土日しか行けないという方もいらっしゃると思うので、で、基本的に土曜日は多分ね、空いてないです。大体。難しいかなと思うので、土曜日は避けてもらって、日曜日の朝一パッと空いてる時もあると思うんで、朝一を狙うのもいいかなと思います。まあ、稀に空いてるって感じですね。で、できたら、まあ、5時ぐらいとか、4時とか5時ぐらい、日曜日も。結構皆さん、日曜日とかも早く帰りたいという方もいらっしゃるかなと思うので、4時とか5時ぐらいは結構空きやすいです。なのでそこも結構おすすめです。あとは、連休とかあるじゃないですか。3連休とかあった時の、例えば土日月ってあった時に、基本的に土日って多分混みます。で、月曜日の祝日、最終日っていうのは比較的空きやすいんで、空いてる時間帯が多いかなと思うので、3連休だった最終日を狙うのも一つの手かなと思います。あとの時間帯は大体混んでたりもするので、できればまあ感染リスクだったりとか、密を、防ぐためにも、その時間帯は、その日は避けてもらって、なるべくさっき言った時間帯とさっき言った曜日を狙ってあげるといいかなと思うので、多分ね、本当に美容師も今一生懸命考えて、対策考えて本当にやってると思うので、本当に行かれる方はなるべく気をつけていただいて、で、熱があったりとか体調が悪かったらすぐにキャンセルするのもおすすめします。その緊急事態宣言も5月6日までかいろいろこう言ってると思うんですけど、多分僕の予想とか皆さん思ってるのも多分伸びると思うので、なるべく感染リスクっていうのも防いで抑えていかないとダメですし、できれば行かない方がいいと思うんですけど、もうもしでもね、もう我慢できないっていう方はなるべく空いてる時間帯を行くのをお勧めしますので、ぜひそこら辺も参考にしてもらえればなと思います。あとは、コロナウイルスっていう状況じゃなくて、急に明日行きたいとか、土曜日とかでも急に明日行きたいってなったりもするじゃないですか。で、できれば前日に連絡するか、当日の朝一に一回連絡してみてください。
もしかしたら前日に予約いきなりなくなったりとか、当日に予約いきなりキャンセルされたりする場合もあるんですよ。で、そこにポンって入れる可能性もあるので、もうなんか1週間前とか2、3日前で逆に空いてないと思ってください。できたら前日か、当日の朝一で連絡すると結構空いてたりもする可能性もあるので、まあ稀にですよ、そういうこともあると思うので、当日とかもう明日行きたいなと思ったら一回連絡してみてください。当日とかももしかしたら行けるかもしれないです。ただ早めの時間に連絡した方がいいかなと思うので、あんまりお昼過ぎとかだともう多分空いてないと思ってください。営業が始まる前とかに連絡してあげると、空いてる時もあるかなと思いますので、まあそれも合わせて覚えておいてもらえるといいかなと思います。で、美容院に行く時に失敗しない方法と、あとはまあ、空いてる空いてる時間帯っていうのをちょっと今日は、ご紹介させてもらいました。なんですけど、やっぱりね、一日も早く収束して、本当に皆さんが安心して生活できるっていう日を、ね、僕らも、早く望んでますので、まあできれば、平日とか今皆さん在宅ね、勤務されてる方もいらっしゃるかなと思うので、まあその時に美容院行くのもちょっとどうかなと思うんですけど、まあ平日って結構まだ空いてるかなと思いますので、ぜひ、その時間帯を狙って美容院行かれる方は行って、なるべく感染リスクが少ないようにしてください。かといって、行った方がいいよっていうことをお勧めしてるわけでもないんですけど、もし行くならその時間に行ってもらえるといいかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。で、本当にお家でできる、カラーリング方法だったりとか、前髪カット方法、あとボリュームダウンの方法とかも、動画でアップしておりますので、そこも、合わせて、ご参考にしてもらえたら、ちょっとでも美容院に行く期間っていうのを長くできるかなと思いますんで、まあ、あくまでも応急処置の方法になるんで、本当は美容院に行った方が、まあ、綺麗に仕上がるんですけど、自宅でやるなら、これぐらいだったらできるかなっていう方法をちょっと紹介させてもらってますので、よかったら合わせてそちらも参考にしてみてください。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた皆さん、さよなら。